どうもこんにちは、大島純平です。はい、今回ですね、また、新作のホイールの方をですね、紹介していこうかなと思ってるんですけど、今回、1本ずつ、撮っていこうかなと思ってまして、今回メーカーさんはですね、スーパースターです。はい、皆さん、スーパースターと言ってますね、レオンハルトだったりとか、いろいろあると思うんですけど、今回紹介するのはですね、こちらのホイールの方になってます。これがですね、レオンハルトのヘリテージラインバイパルっていうホイールになってます。でバイパルっていうのがドイツ語で喝采っていう意味らしいですね。でこれがですね、発売予定はですね3月の下旬発売予定なんですけど、もちろん予約はですね受け付けてます。でヘリテージラインはかつての3ピースホイールを再現したサンドイッチ工法モデルっていうことですね、それに伴いサンドイッチ専用ピアスボルトっていうので、今回、ディスクのデザインですね、やっております。で、ノーズで癖のない王道のメッシュデザインは弊社クラシックモデル OW の33メッシュを参考にし、現代風にデザインで、サイズで開発しているみたいです。で、サイズなんですけど、これがですね、19インチ、リバースですね、と20インチのノーマルと、で、今回21インチでですね、ダブルステップリムっていうのを採用しております。で、ダブルステップリムって何なのっていうことなんですけども、これディスクはですね、19のディスクなんですよ。で、19インチはもちろんリバースリム、19が、そうですね、リバースリムなんですけど、で20インチがですね、ステップリムで、ステップリムまでは聞いたことあると思うんです。ただ、21からはですね、ダブルステップリムって言ってですね、その業界初で、試みっていうことでですね、今回、させていただいてるんですけど、これがそうですかね。はい。で、これがダブルステップリムって言ってですね、これサイズ21インチなんですよ。で、リムをですね、かなり大きく見せるために、段が2個あるんですね。で、ディスクは、19インチの分使ってるんですけども、リムを見せたいっていう方にはですね、もうめちゃくちゃぴったりな、ホイールの、デザインとなっております。で、これがですね、本当ダブルステップリムっていうのは、もう今まで見たことがないんですよ。で、装着画像っていうのもですね、カタログの方載ってるんですけど、クラウンだったりとか、そうですね、レクサスの LS だったりとか、そういったところに付けてるんですけど、めちゃくちゃリムがでかいです。はい。で、ディスクがですね、昔ながらの、こういうメッシュタイプのやつでですね、刺さる人には、すごく刺さるんじゃないかなと思ってます。で、その中にも新しい試みっていうのを入れていく中でですね、今風に、今のお車だったりとか、今風なデザインの車にすごく似合うんじゃないかなと。もちろんですね、昔ながらの車に乗ってる方もですね、すごくいいんじゃないかなと思ってます。で、これがですね、カラーがですね、5色ありまして、チタン、グラデーションとプレミアムゴールドとピアノブラック、ホワイト、SBC ですね、スーパーブラックコードです。SBC って何なの？結構おっしゃる方結構多いんですけど、SBC ってスーパーブラックコードの略なんですね。で、スーパーブラックコードっていうのは、いわばクロムメッキンっぽいような色合いになってます。ちょうどこれですかね。はい。で、どっちかっていうと、ちょっと黒く、鈍く光ってるような、感じのデザインになってます。で、なかなか2ピースホイールとかでですね、3ピースとかで、SBC ってあんまりないんですよ。で、今回それを採用しているっていうことのホイール、レオンハルトのヘリテージレインバイバルっていうホイールになってます。はい、これ似合う車は何なんで、さっきも言ったんですけど、例えば、アルファードベルファイアだったりとか、もちろんグラウンド、新島グラウンドだったりとか、もちろんあの輸入車の、ベンツだったりとか、そのあたりにもすごく対応しているような、そういうのになってますんで、よかったらですね、今回このヘリテージラインのバイバル、気になる方はですね、よかったら店舗に、並べると思いますんで、多分ですね、はい、もし見たいなって方は、これちょっとすぐ返さなきゃいけないんですけど、見たいなって方は言ってくださればですね、サンプル取り寄せて、ちょっと現物見てですね、合わせながら、できると思いますんで、よかったら、僕が言ったお車とか、例えばこれ入るんじゃないかなっていう車に乗ってる方はですね、ぜひですね、よかったら横に合わせて来てください。お願いします。で、サイズは、さっきも言ったんですけど、19と20と21なんですけど、幅は広いです。19はですね、8J から13J。20インチが 8J から 12.5J で、21インチが 8.5J から 12.5J までですね、かなり大きい、サイズまで、対応してますんで、よかったらですね、ここめっちゃかっこいいです。はい、よかったらお願いします。はい、それでですね、これからどんどん、何度もちょっとですね、ホイールの方を紹介していこうかなと思ってますんで、よかったらですね、チャンネル登録と、グッドボタンの方よろしくお願いします。それでは、タイヤ一番いい人、純平でした。どうもありがとうございました。